はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の横浜から日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さて今日郷原さん、はい、落選運動を始めたということなんですけども、今日のタイトルはですね、横浜市長選落選運動で立憲民主党批判へ転じた理由ということなんですけども、そもそも郷原さんと立憲民主党の関係というかですね、まあ、私の印象からすると郷原さんどっちかというと民主党系というか野党、まあ、このところね、はい、あの第2次安倍政権が、成立してもうそれからですか8年ぐらいですかね、8年そうですね、8年ですね、菅政権に継承される間、うん、まあ安倍一強というそのもう圧倒的に与党有利という状況が続いてきたじゃないですか。そうですね、まあ、その間私は何とかそういうその権力の集中の状況を変えることができないかという思いで、まあ、野党側には随分協力をしてきたし、はい、安倍政権批判、森友加計問題、うん、桜を見る会問題も徹底してやってきましたよね。そうですよね、うん、そういう意味ではあの立憲民主党、まあ、その前のね、うん、民主党民進党も含めて、ヒアリング、追及本部のヒアリングとかいうの何回も行ったし、うん、国会で参考人とか、予算委員会の口述になんか出たこともあったし、うん、まあ、私としてはもう精一杯協力してきたつもりです。この間のあれじゃないですか、あの参議院のね、広島補選の時は応援にまで駆けつけて、もうあの時は野党共闘にも私は一役買ったと思いますし、うん、広島はなかなか難しいところなんですよね、あの連合とあの共産党との関係が、うん、それもあれ、勉強会に私は講師に行って、これちょうど投票日の2日前だったんですけどね、うん、共産党の志位さんも来て、立憲民主党の平野さんも来て、まさにこう協力関係を確認し合うような場もできたんですね。私その時も講師を務めました、うん、でそもそもその広島の参議院の再選挙は、うん、私が徹底的にあの自民党側を攻撃したわけですよ。そうですね、うん、あの非買収者が選挙運動に関わってるのはとんでもないと言ってガンガン攻撃した、まあ、それは相当その選挙に有利に働いて、うん、自民党の支持者がもうアホらしくなって投票しなかった。で低投票率で、うん、野党が勝ったわけです、まあ、あれは結局私は出なかったんですけど、立候補しなかったんだけども、うん、野党にとっては非常に大きな力にはなったと思います。そんな郷原さんがこの横浜市長選では立憲民主党批判、まあ、具体的に言うとね、まあ、山中候補、そうです、うん、これだけはちょっと私はね絶対容認できない、うん、もうこれまで散々書いてきた通りです。ブログでも書いてきたし、で、まあ、YouTube でも問題をこの場でも指摘してきましたよね、はい、まあ、とにかくね私はあのコンプライアンス顧問をやってた関係もあって、うん、でまあ、2年前にはあの横浜市内で情報漏洩の、まあ、かなりちょっとあの重大な不祥事が発生した時も、はい、あの横浜市内で第三者委員会を設置をしたんですけども、その時も随分いろいろあの私も理事長とかの相談に乗って動きました、まあ、いろんなあの学内でいろんな人とも話をしたし、うん、まあ、そういう意味ではあの横浜市内との、まあ、人脈などもあった、まあ、それが背景にあったと思うんですけども、いろんな人から話を聞いたんですよ、うん、なるほど、学内の人からも、うん、まあ、あれ OB からもね、いろんな人から話を聞いた、うん、もう絶対ねあの山中氏という人は市長にふさわしい人間ではないし、市長にしてはならない人物だということは確信を持ちました、うん、今までブログでいろいろ書いている通りです、まず、データサイエンティストとしての専門性など全くない、はいはい、うん、コロナの専門家でも全くない、うん、そういう意味であの有権者にアピールしていることが全く事実に反するわけですよ。まあ、そうですね、そういうことに加えて、うん、最大の問題はこのパワハラ的な、うん、体質ですね、うん、いやちょっとねこれはかなり問題だと思います、うん、私は郷原総合コンプライアンス法律事務所、うん、をやってて、
まさにコンプライアンスというのは専門分野ですから、はい、まあ、いろんな組織いろんな企業 の, そのコンプライアンスの相談も受けるし、うん、あの通報窓口もいろいろやってるし、パワハラ問題の調査などもいろいろやってます、うん、このねパワハラもいろんなタイプのパワハラがあるんだけども、うん、一番厄介なのがあの陰湿なこう執念深い ね, 執念深いね、表にあんまり出ないような形で、うん、自分の、まあ、権限を使って相手を追い込んでいく。なるほど。それで何かそのこれあとあいつは反撃してくるかもしれない、あるいはひょっとすると何か告発もするんじゃないかというような人間に対しては、うん、やっぱり絶対その告発なんかしたら報復をしてやるぞというような雰囲気を見せかけるわけです、うん、直接的に言わないけども、うん、そういうそのタイプのパワハラっていうのはたくさん被害者が出るんだけども表に出てこない。なるほどね。いやね、うん、まさに典型的なそのタイプだと思いますね、うん、私いろいろあの話を聞いたところでは。ですからこういうタイプの人というのはその大きな組織の上に立ったらとんでもないことになるわけですよ、うん、このパワハラ的な、はい、やり方っていうことをもし本当にあの強大な権力を持ってやり始めたらとんでもないことになる、うん、まあ、そういういろんな問題が出てきて、そして最終的にはあの、ブログにも書いた理事長学長名のね、あの文書、はいはい、最初に出た文書に因縁をつけて、うん、そのなんか連絡が取れないというふうに書かれたということに因縁をつけて、うんうん、それで1ヶ月余り経ってから全然違う趣旨の文章を書かせたんですね、うん、それを学内お詫びって書いてありましたね、学内の教職員に、まあ、通達したような、うん、形になって、そこでは褒めたたえてあるわけですよ今度は。いや、山中氏のことを、うん、でもともと連絡がつかないと言ってその事実に反することを言ったと言って謝罪させられてるんですけども、うん、これ違うんですよ、うん、連絡ついてなかったんですよ本当に。連絡はついてなかったのに、いやそれはその連絡をつけようとした方のつけ方が悪かったんだというようなことを言って因縁をつけて、それで謝罪に追い込んで、そして自分にとって都合のいいことを書かせる、素晴らしい研究業績だと学長理事長に書かせるわけですよ。今後も学内外に伝えていきたいというようなことも書かせるわけですよ。まあ、あれ私が読む限りではね、最初の文章っていうのは要するに皆さん動揺しないでくださいと報道があったけれども、そうそうそう、要するに、教授が突然、市長選に出馬してしまうっていうのを、まあ、マスコミを通じて多分皆さん知った、で動揺しないでくださいということと、大学としては政治的には中立の立場を取りますっていうことが書いてあったんですよね。選挙には関わりません、選挙には関わらない、当たり前のことが書いてあるんです、はいはい、公立大学ですから。そうですよね、それをひっくり返させてるわけですよ、うん、お詫びって書いてある、お詫びって書いて、うん、でお詫びする理由もないのにお詫びさせて、うん、しかも関わりませんって言ってるのに褒めたたえてるわけですよ。こういうことをその要求していったのが山中氏本人、それとその立憲民主党の、まあ、有力な市議会議員ですよ、うん、花部さんという、うん、この二人もう一人いたそうですけども、うん、ガンガンそれを要求してね、そういう要求を通すと、うん、いやね、こういうことをやるような人を立候補させて、うん、もう今しゃかる気になって選挙運動やってるわけですよ。そうですね、いやね、これはねちょっと常識では考えられない、うん、で私はその経歴の問題とか、この専門性の問題とかパワハラの問題とかいろんな疑問を投げかけて説明を求め、うん、そして批判をしてきた、うん、それに対して一切答えようとしない、うん、あのフラッシュの記事なんかに対してはね、うん、なんかあの別の記事を引用してフェイクだって騒いだり、ネットの記事ですね、ネットの記事で、はい、これもなんかちょっとなんかわけのわかんない人が、うん、書いた記事みたいなんですけども、それとかあの告訴をちらつかせたりね、うん、法的措置を、そういうことやるんだけど、フラッシュに対して、うん、私には何もやらないんですよ。私には反応するんだったら反応すりゃいいし、はいはい、法的措置取るんだったらやれやじゃないかと、こっちはもう自信持っていろんな人の話を聞いて指摘してるわけですから、うん、ですこれだけ私が言ってるのに、じゃあ立憲民主党の本部は何をやってるのか、あ、そうですね、この神奈川の組織、横浜組織は何やってるんだと、うん、全くこうやって耳を塞いでるだけでしょ、見ざる言わざる聞かざるでしょ、私が指摘してることに対しては、
いやこんなことでね、うん、こんなろくに自分たちが推薦した候補について説明責任も果たさない、うん、説明責任を果たさせない、うん、そんな党が、私もこれまで協力してきたその森友加計学園桜を見る会問題批判なんて言ってきたんですか今まで、はい、うん、説明しろと、まあ、そうでしょう、うん、説明がなってない、うん、で説明したと思ったら嘘だったって言ってるわけでしょ、うん、そうですね、すでに嘘もあるじゃないですか、あの、うん、リサーチフェローって書いてる分ね、うん、これあのリサーチマップっていうその研究者がいつもそのね、あのデータベースとして開示してるね、このサイト選挙に出るっていうことになった途端消してるんですよ、うん、そこにリサーチフェローって書いてあったわけですよ、 NIH リサーチフェローと、はいはい、うん、ところがその後選挙に出ることになったら NIH 研究員っていうに変えてるわけです、研究員ね、なんか一般の人に分からないかもしれないですけど、研究員とリサーチフェローってのは全然違うんですよね、全然違うんです、はい、これはリサーチフェローっていうのは、うん、その国立衛生研究所アメリカの政府の職員なんですよ、うん、正規の職員ってことですね、正規の職員で給与がちゃんと支払われる、うん、でドクター博士号を取って3年以上経ってないといけないっていう非常に重いポストなんですよ、うん、研究員ってそんなちょっとね、その日本から来て留学生と変わらないようなのと全然違うんですよ、うんうん、なるほど、やっぱりそういうね事実に反すること、それからその何がコロナの専門家ですか、うん、そもそも感染症の専門家でもないし医師でもないし、うん、普通その統計の担当ですよ、単なる、うん、統計の部分を担当してるだけですよ、そういう人コロナの専門家って言いますか、いや言わないじゃないですかね、しかもあの、中和抗体の、うん、研究成果を夜中にアピールしてあれですごい名前と顔を売ったわけですよね、うん、山中さん、あれだって自分でその中和抗体の研究したわけじゃないんですよ、あそうなんですか、統計ですから、あそっかそっか、でそれをマスコミにアピールするところだけをもう自分が一手に独占したわけですよ、あつまり広報担当者ってことですか、もうね、なんかこういうことを全部ね総合すると、うんうん、私はもうあの安倍首相が118回国会で嘘をついたって言って散々立憲の人を批判したけども、はいはいはい、なんか似たようなもんじゃないかと思えるぐらいひどいですよ、もう全部トータルで見ると、まあ今ね郷原さんがしてきたことはこう説明すれば、もしできることであればね、きちんと説明すればできないんです、そういうことなんだ、いやだから同じでしょ、あの安倍首相だってそうでしょ、はいはい、安倍さんまあ、 あの明細書出せば済む話なのに出てこないっていうのは、なぜなのか、出せないから、出せないからでしょ、嘘ばっかりしてるからでしょ、うん、それを批判する側もちゃんとやらないといけないでしょ、うん、いやねこれじゃあね、もう今その安倍政権を継承した菅政権、これどうなってます、でも世の中でたらめでしょ、とうとうね入院もさせられなくなって、気をつけてくださいよ、怪我病気他のケアでも病気でもなっちゃったらもう病院に入れないんだから、そうですね、医療崩壊してますからね、うん、こんな状態を招いたのは誰ですか、そもそも、です、そもそもがあのオリンピック1年後にこだわったあの安倍首相のコロナ対策がもう全然ダメだった当時の安倍首相、それを受け継いで、うん、さらにオリンピックの開催にこだわり、うん、全然そのまともなコロナ対策をやってこなかった、うん、オリンピックにばっかりそのね力を注いで、最近安倍さんなんか安倍のマスクしてないらしいじゃないですか、そういうねとんでもない状況にある菅政権を国民は倒してほしいと思ってるでしょ、うん、当然そうですよね、うん、倒す側が何ですか、その同じようなことやってたんじゃ話にならんでしょう、ちょっとがっかりしちゃいますね、だからね支持率だってね、うん、安倍内あの菅内閣の支持率も 28% まで下がってる、うん、朝日新聞で、立憲民主党どうなってます、支持上がってない、ちょ 0.何% 増もうなんていうか、こうこの状況をなんとかしましょうよっていう時に、うん、今までのようにもうとにかく安倍首相だから自民党が強いから、うん、もうその立憲民主なんとかして支えて頑張って頑張って、うん、これをやってたからかえって良くなかったのかもしれない、うん、なるほど、もうね今のポジションになんか甘んじてるんじゃないかと彼らは、うん、
で今回ね、そのどうしてこういう山中氏を担ぐことになったのか、こんなとんでもない候補を担ぐことになったのかと、これはもうブログで書いてる通りですよ、うん、江田健二氏の暴走、 あの人菅さんとの関係どうなんですか。いやもうなんか実行らしいですよ、ね、もうすごく長い、ね、なんか映画で言ってたじゃないですか。言ってたんです。あの、初めての選挙の時はもう菅さんに、ね、お金もスタッフも出してもらった、数千万円って言ってましたよね。すごい。いやね、もう一つのテーマが菅支配からの脱却でしょ、はい、その菅支配から横浜市を市民の手に取り戻さないといけないって今言ってるんだけど、うん、はい、あの江田さんが担いだ山中氏がもし万が一市長になったとして菅支配から脱却できます？いやそこはちょっとね分からないですけど ね、ちょっとね、まあ、林さんもどんどんこうね寄ってっちゃいましたからね。いやダメだと思いますよ、うん、基本的に対立する関係じゃないんですよ、うん、対立する図式で勝つか負けるかそれを気にしてるだけなんですよ、うん、なるほど。で結局そういう江田さんという人を取り込んで、うん、今の立憲民主党ができてるわけですよ、うんうん、代表代行じゃないですか、はいはいはい、代表代行の一人じゃないですか。そういう立憲民主党が一応野党第一党なんですよ、うんうん、でそういうポジションがあるわけですよ、うん、だから崩したくないんですよ、うん、だからいくら山中候補が問題だとこれだけ言っても、うん、もう枝マターだから、うん、触れない。なるほど。さあ結局安倍マターだから、うん、誰も何も言えない、そういう自民党と同じことじゃないですか、うん、そういうことになりますね。ね、うん、いやしかしそうなるとですね、有権者の皆さんは非常にシビアな選択をしなければいけなくなってくると思うんですけれども、ぜひともあの投票にだけは絶対行ってください、はい、投票に行かないと、うん、もうそういうあの組織票を持ってる、うん、小此木さんとか、はい、山中さんとか、うん、そういう人の方にばかり票が集中するんですよ、うん、そうなんです。もうあの今まで投票に行かなかった人が投票に行くこと、うん、そしてその票は小此木さんでもなく山中さんでもなく林さんでもなく他だ誰でもいいです他の人に投票してください。ぜひ投票には行ってください、はい、ということでまた次回。